道、外環、圏央道、北関東道情報をお知らせします。はじめに、東北道、上り線の情報です。事故のため、午前6時14分より、矢板インターから宇都宮インターまでの区間で通行止めになっています。次に、郡山インターの先から郡山南インターまでの区間で、凍結防止剤散布作業を行っています。また、霧のため、佐野藤の川インターの先から羽生インターまでの区間で、最高速度が50キロに制限されています。続いて、下り線の情報です。霧のため、羽生インターから佐野藤の川インターまでの区間で、最高速度が50キロに制限されています。次に、事故のため、羽生インター付近で追い越し車線が規制されています。また、事故のため、午前6時14分より、宇都宮インターから矢板インターまでの区間で通行止めになっています。また、白川中央スマートインターから矢吹インターまでの区間で凍結防止剤散布作業を行っています。続いて、通行止めのお知らせです。3月23日、夜21時から翌朝6時まで、東関東道、茨城町ジャンクションから鉾田インターまでの上下線で、工事のため通行止めを実施します。ご理解とご協力をお願いします。他の情報をお聞きになりたい方は、サービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は、Q、シャープを、信号音の後に押してください。